皆さんこんにちは、レンゲのはちみつです。今日は肉じゃがを作っていきたいと思います。八百屋さんに行ったら新じゃがが美味しそうだったので肉じゃがを作ることにしました。じゃがいもは3個使いました。玉ねぎ1個、人参1本、あとお肉です。鍋に油を敷いて野菜を炒めていきます。途中までね、カレーライスと同じですよね、作り方がね。で、本当は白滝も入れたかったんですけども、白滝がちょっとなかったので今回は使ってません。新じゃがはこの皮がツルツルして使いやすいですよね。いちいちこう洗ったり皮をちょっと厚めに切ったりする必要がないので、もうこれは皮を洗っただけです、はい、これに解凍してない豚肉を乗せてます。で、解凍してない豚肉はこれは解凍すればよかったんですけど、解凍してなかったので、これに調味料を入れていきます。お砂糖と料理酒、あとはみりん、あとだし醤油が山形のね、だしがなくなってしまって、普通にスーパーで売ってるだしを今回は使ってます。ですね、おいがつおつゆ、みつかんさんです。で、煮物はこのおいがつおは水を 2、3倍ということだったので3倍ほどお水をこの後入れます。で、お肉はね、今カチカチなんですけど、この後蓋をして5、6分したら下の方からどんどん柔らかくなっていきますので、ほっといて大丈夫です。はい、まだねガチガチですね。はい、蓋をして5分ほど経った状態です。はい、こんな感じでね、裏側から柔らかくなっていきますので、ほぐせるところはちょっとほぐしながら煮ていきます。はい、じゃあまた蓋を開けてみます。もう完全にね、色が煮えてる色になりましたので、これは中火でやってたんですけども、この時点で弱火に変えていきます。あとはじゃがいもと人参に火が通ればもう完成なので、もう弱火にして蓋をして置いておけば出来上がりになります。飛び跳ねはね、気になってしまうんですよね。もうすぐ拭きたいんですよね。はい、美味しそうに出来上がりました。はい、完成です。ご視聴ありがとうございました。